小鹿がうっかり水の中に足を踏み入れてしまい、その無力で悲痛な鳴き声が響き渡り、心を痛めるのは最も庇護を必要とするこの儚い命が、母鹿のそばにはいないことだ。こんな危険な水域で、どうして一人ぼっちなのだろう。この光景は傍観者の好奇心を刺激するだけでなく、親族の絆や自然界で生き抜くことの難しさについて、より深く考えさせた。2015年の穏やかな5月のある日、自然を愛し、未知の冒険への欲求を抱いた二人の釣り愛好家はカナダ南東部ののどかな町を出発し、楽しみと報酬に満ちた釣りの旅に出る予定だった。心の中でパイクやパーチを空想し、水の精霊たちとの知恵比べを想像していたが、運命は彼らにもっと忘れがたい特別な体験を用意していたようだ。二人がのんびりと湖岸に漕ぎ出し、魚との初めての接近遭遇を期待して、慎重に選んだ餌を澄んだ水に突っ込もうとした時、突然、周囲ののどかさを突き破るような奇妙な音が浅瀬から聞こえてきた。その音は鋭くも切迫したもので、明らかに基地の水中生物のものではなく、むしろ何かの生物からの救難信号のようで、釣り人の心の中の平穏を打ち砕き、未知の世界を探検したいという好奇心をかきたてた。カヌーがゆっくりと音の発生源に近づくと、胸が張り裂けそうな光景を目撃して、小鹿が水中で必死にもがき、その弱々しい獅子は水面を叩き続け、無力な波紋の輪をかき回していた。そう遠くないところで、母鹿が心配そうに湖岸を行ったり来たりし、急ぐ一歩一歩が、果てしない心配と絶望を物語っているようだった。この慈愛に満ちた母親は不安で、自分の子供を救いたいと思っているが、岸辺の険しい地形のため、救助の実施に近づくことができず、小鹿の窮状を見ながら何もすることができない。小鹿と釣り人の間で無言の交流が行われ、助けと恐怖に満ちた一対の目は二人の傍観者の心に深く触れた。この状況を前にして、彼らは道徳と理性の二重の試練に直面し、このかわいそうな命を救うために危険を冒すのか、それとも自分の身を考えて安全な距離を保つのか、慎重に検討した結果、二人は後者を選び、直接介入することはせず、ビデオカメラでこの光景を記録するだけで、専門家の助けを探すための事後対応に備えることにした。それにもかかわらず、心の中で落ち着くことは難しく、その場を離れて釣りを続けながら、小鹿の姿と母親の泣き叫ぶ声が湖のさざ波のように、長い間、心の中で響いていた。時が忍び寄るにつれ、内なる不安が高波のように押し寄せ、二人の釣り人を再び心に焼き付いた場所へと駆り立て、母鹿の姿が見えず、小鹿は冷たい湖水の中でもがき苦しんでいた。この死との戦いは、1時間以上も続き、そのか弱い姿は今にも容赦ない波に飲み込まれそうで震えて見えた。生死の境をさまよったこの時、釣り人たちは命の尊さを知り、毅然として傍観者から救助者に変わった。そのうちの一人は勇気を振り絞り、震える生き物に最も優しい動作で近づき、その目は慰めと決意に満ち、伸ばした手はまるで希望の橋のように、恐怖を越えようとした。しかし、最初の接触はうまくいかず、小鹿は本能的に恐怖から避けるようになり、その不安な目は男をじろじろと見ていた。辛抱強い苦労の末に、ようやく小鹿を慎重にカヌーに乗せられ、その瞬間は命に対する優しい救済となった。しかし、救出の成功は始まりに過ぎず、新たな試練が待ち受けていた。このか弱い命をどう適切に配置するか、母鹿の失踪はまるでミステリーのようで、人々は彼女は隠れた場所で静かに見守っているのだろうか、それとも不幸に見舞われたのだろうかと考えています。この幼い生き物を放っておいて、荒野の厳しさに立ち向かうのは残酷な選択だ。そのため、彼らはためらうことなく、自分の体重を支えるのもやっとなほど弱っている小鹿をそっと岸に移し、そのよちよち歩きの一歩一歩が見物人の心の琴線に触れた。母鹿の出現が遅れていることから、釣り人たちは彼女が本能の赴くままに小鹿の元にたどり着くことを願い、即席ではあるが、心のこもった決断をして、小鹿を村に連れて帰ることにした。村の中で小鹿はかつてないほど大切に扱われ、人々の心の中で、幼い生き物が母親と再会できるよう静かに祈られています。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。